マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対オリックスバファローズ、この一戦をお送りいたします。カープの先発は右の森下、対するバファローズの先発は左の田島、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。ピッチャーを変えてきました。森下降板。ここでマウンドに上がったのはハーン。厳しい場面での登板です。期待しましょう。注目の投球です。カープ、ここは踏ん張りどころ。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で宗投げました。ストライクになった。セーフ。二塁はセーフ。ランナーを進められてしまいました。2球目ストライク。もう追い込んでいます。追い込んでから投げました。1球外してボール。第4球を投げました。スライダー、空振り三振。6回の表が終わって2対1、カープ1点をリードされています。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。トップバッターは中川。これは引っ掛けた。ターン、掴んだ。一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番森。今日はここまで3打数1安打。第1球投げた。あっと引っ掛けた。フラフラっと上がった打球はピッチャーフライ。マウンド前方、掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは西川。今日はここまで3打数2安打。第1球第2球投げた。打った、引っ張った。スタンドに入りました。ファール。追い込んで投げた、外れた。ボール。第4球を投げた。低めボール球打った。レフト前進、ヒット。西川ナイスバッティングです。先ほどのプレーです。バッターは6番頓宮。今日4度目のバッターボックス。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。もう一回一塁へ牽制球、タッチセーフ。第1球投げた、ボール。第2球投げました。スライダー見送ってストライク。投球はこれから3球目。空振り、追い込んでいます。追い込んでから投げました、ボール。第5球投げました、打ちました。矢野、ボールを掴んだ。一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。さあ、本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。